はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございますね。見てた。すごいですよね、見てた。俺ねえ。どうですかいいですか見てた。いいみたいですね。<laughs> 頭突っ込んでますね。はい、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、まあ、なんていうのかな。ネットのニュース記事2つご紹介いたします。はい。 えー、まあね、えー、今ね、賃上げしろ、賃上げしろって言って、えー、まあ、あのー、セアウト政府の方からすっごい圧力がかかってるみたいですね、各企業に。まあ、それはそれでね、まあ、しょうがないかなっていう面はあるんですけど、賃上げしないとね、やっていけないんで、まあ、庶民の生活がね、できなくなってるんで、今ね、値上げがすごくてね、えー、問題が生じてきてるんですよ。 はい。賃上げするために何が行われているか。はい。正社員のリストラです。はい。えー、賃上げするために、まあ、あのー、なんていうのかな。若い子の方が使えるんでね。えー、中堅の社員の方を、をちょっと切りましょうっていうことになってます。はい。 中堅の社員の方ですね。働きもね悪いんで若い子みたいにねテキパキ動かないんでね、えー。なんでね、中堅の社員を切りましょうっていうことになってるんですよ。で、ここでね、大変なことが起きてきますよっていうことなんですけど、まあそういった企業が多いんですね。で、えー、まあバイトちゃんに辞められると、バイトって安いって。 お金でね、えー、賃金で使ってるんで、やめられては困るんで、バイト者ちゃんにはね、えー、まあ,あ、いわゆるね、えー、残ってねっていうことで、まあ,あ、よくよくするみたいなんですけど、ね、えー、まあ,あ、持ち上げるみたいなんですけど、でもね、あのー、中堅の社員を首切るというのはね、首ちょんぱーっていうのは、かなり行われているみたいです。 え、これ気をつけないといけないですよ。中堅の方たち。まあ中堅って言うとね、えー、まあ、なんて言うのかな。もう新入サインではないんだけど、まあ働き盛りでね、40代とかになった方たちですよね。えそういう方たちが、まあ,あ、住宅とか買っちゃうわけですよ。車とかね、住宅とか高い買い物ね。はい。えー、そんな時にもしリストランになったら大変なことになりますよね。これね、 あの、言動に気をつけなきゃいけないです。中堅の人たちは。この記事に書かれてるんですけど、若い女子社員が、あの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 部長から、あの、ちょっとセクハラされました、みたいなことを報告されたらね、切るんだそうです。ここ幸いとばかりに。はい。セクハラしたからね。 セクハラしたからね、やめてもらいますよって言って、やめさせちゃうんですよ。これ、ここ幸い、ここ、これ幸いなんですね。書いてあります。そういうふうに記事に。セクハラ、パワハラ、言動に本当に注意しないと、まあ、中堅の方たちはあー、いわゆる組織内でね、残っていけないですよっていうことが書かれておりました。 まあすごいですよね。すごいです。まあ確かにね、若い子の方が、あ働いてくれますけどね。はい。えー、まあ、やる気があればね。若い子の方が働いてくれるし、何でもやってくれるじゃないですか。中堅のね、おじいちゃん方はもうこんなことを僕の仕事じゃないでしょうとか言ってね、えー、やらないこともありますからね。多々ありますから、そういうのがね。でも文句を言わず、まあやってくれて、しかも給料安いんですよ。 同じ正社員でもね、えー、金属年数がき違うと給料も変わってくるんですね。なんで、ここら辺本当にね、あの、男性で、えー、まあ,あ、そこそこのね、えー、企業にお勤めでね、もう中堅になってきたという方は、あ、ぜひご自分の言動に気をつけてください。えー、まあね、東芝みたいな大きな企業でも、中堅社員のリストラやってますからね、5000人ですから、1割ですよ。 なんでね、えー、いくらね、役職ついてたからって言って、えー、まあ、そういったことがあるとね、はい、えー、ここ幸いとばかり、代わりがいるんでね、っていうことで、えー、首を切られてしまうというね、はい、そういう事態が今、日本で起こっているということでございます。はい。まあ、これ本当にあの、認識をしないといけませんね。はい。 特に男性の方、女性でセクハラってあんまりないとは思うんですけど、まあたまにいますけどね、おばちゃんのおつぼね様がね、えー、新入社員のね、男の子にね、手を出すとかね、たまーにいますけど、まあ女性の場合はあんまりないでしょう。あんまりないとは思います。よっぽどじゃない限りね。はい。まあそういうことなんで、まあ気をつけた方がいいですね、これはね。はい。 えー、まあ言動には気をつけましょうということでね。えー、そういった事例があ,あるみたいですよ、本当に。はい。役職ついてるついてないは関係ないみたいですからね。まあついてる人の方があ人件費はね、高いんで、えー、まあもしかしたら、そういうことが起こりやすいのかもしれませんけど。 まあ、こういうも、ことだからね、まあ、なんていうのか、ベテランがいなくなって、えー、技術者がどんどんいなくなるっていうね、えー、負の連鎖も起きているのかもしれませんけどね。はい。まあ、いろいろ問題がありますよ。そう思います。でもってですね、次。次に紹介する記事、いや、出てきました、出てきました。今ね、あの、1バレル、 石油が100ドルになるかなっていう話をしてますよね、90何ドルで。そういった話がちらほら出てきてますよね。はい、これ中央日報さんなので、韓国の新聞ですね。韓国の新聞でこんな記事が出てました。1バレル200ドルを超えるんじゃないか。石油が。このままね、中の東さんが 中が悪いままだと、はい。中の東さんがね、中が悪いままだとね、はい、どんどんのパッチーンってやってると、多分1バレル200ドル越しますよっていうお話が出てきました。まあ、1バレル200円って言ったら大変なことになりますよ、これ。はい。えー、オイルショックどころの騒ぎじゃないかもしれませんね。えー、でもまあ、これになるでしょうね、きっとね。 えー、すっごいあの現実的な見方でなる可能性高いです。ならないという方がおかしいです。はい。えー、まあね、いらない、いらないのお国がもうやめてくれるよねって言ってる方あ、やめるって一言も言ってないんですよ。やめるって一言も言ってないんですよ。様子を見るって言ってるだけでね。はい。様子を見て、しかも話し合うって言ってるんで、まあやめるとは言ってないんですね。 なんで、ここら辺ね、えー、気をつけていないといけないということです。はい。自分たちにできることを今のうちにしちゃう、しちゃわないと、1バレル200円とかになった場合は、まあ、とんでもない金額になります。いろんなものが。はい。いろんなものがとんでもない金額になります。これわかりますよね。2倍以上になるんですよ。 原油だけでね、えー、計算するとね、2倍以上になっちゃうんですよ、将来的に。今はならないとは思いますけど、まあ備蓄もあるだろうしね。えー、まあ今、あなんて日本に向かっている船も結構あるとは思うんですけど、なんでね、今は大丈夫だとしても、将来的にいろんなものが2倍以上にね、価格が跳ね上がるっていうことになりかねません。はい。 もうこれ予想して動かないとダメですね。予想して、よ、まあ、ね、わかりますよね。えー、こういった記事が出るっていうことは、まあね、えー、まあ可能性が高いということなんで、可能性が低いことは新聞記事には書きません。はい。えー、言っておきます。可能性の低いことは新聞記事には書きません。 なんで、こういう記事が出るということは可能性が高いということです。つまり1バレル200ドル。はい。この可能性が高いということです。まあね、そしたら本当に庶民生活が積まれるんでね。まあ、備蓄してない人は本当に大変なことになります。もう私何度も言ってるように、あの、お金がなくても備蓄はできるんですよ。 買い物行ったついでに小麦粉一袋余分に買っとけばね、小麦粉一食分 50g ぐらいなんで朝も言いましたけどね、しつこいですけど。なんで、えー、米よりは備蓄しやすいです。はい。えー、あとね、まあ、乾麺とかいろいろあると思いますから、ああ、ね、備蓄できるものが。そういうものを余分になんか一個買っちゃい、買っとけばいいんですよ。 買い物に行くたんびにね、なんか余分に買っておくんですそれ貯めておけばいいだけの話なんで、えー、お金がないとか資金がないっていうのは、あないですね。はい。ないです、それは。それだから備蓄ができないってことはありません。はい。言っときます。まあ、備蓄のものを食べちゃってはダメですよ。取っとかないとね。そういうことでございます。はい。 えー、頭を使って考えましょうねっていうことですね。もう本当安い時からそれをやっとけば今、今困ったことにはならないんですよ。はい。で、今まだあるんでね、まだ手に入るんでちょっとは高くなってますけど、えー、でもまだ安いものもあるんでね、えー、そうやって工夫して、えー、コツコツと貯めていくんですね。 これをすれば、もし値段が倍になってしまった時も、備蓄の品物を食べればいいだけの話なんでね、困りません。はい。困らないんですよ。1バレル200円の話が出てきました。はい。1バレル200円です。200ドルです。ごめんなさい。200ドルです。はい。まあ大変ですよ。 はい。1バレル200ドルになったら倍ですからね。今の倍以上ですから。まあ、本当物の値段が倍以上になりますね。工場で作らないものなんてほとんどないでしょう、日本。で、あの、まあ、工場じゃ作らないものも一部ありますけどね。自然栽培の野菜とかね。えー、そういうのは工場では作ってませんけど、えー、まあね、えー、それを運んでくるね。 えー、トラックのね、えー、まあ、ガソリン代とかそういうものも上がるんで、まあ、値上がりはします、今後とも。はい。それを見越してね、いろいろ計画を立てて、我々ね、えー、いろんなものをね、えー、備蓄と、あと、家庭菜園とかでね、もう、いろんなところでできるんですよ、家庭菜園なんて、キッチンでもできるんですよ。はい。 キッチンでもできますし、あの、日当たりのいいね、窓辺でも、あの、プランターを置けばできるんです。はい。まあ、あ変な話ですけど、プランターとね、土と、あと肥料ぐらいは、あ買っておきましょう、えーまま。窓の、窓のね、日が当たる窓のところで、育てられます。簡単に育ちます。はい。えー、いろいろ育てるんですよ、そういうふうにね。 で、えー、こうやって工夫してね、食べ物を自分でちょっとは生産する。この努力なんですよ。はい。こういうことでございます。なんで、お金がないんでね、えー、うちは備蓄できないなんて言ってる方は、もう一回見直した方がいいです。はい、えー。そういうことです。簡単です。うちにもね、ベランダに、あの、プランターを置いてますけど、えー、そこにね、 小松菜ですね、えー。小松菜の芯。はい。刺しとけば出てきます。はい。えー、ネギなんかもそうです。ネギもね、えー、下4、5センチね、食べないで白い部分ね。えー、それを刺しとけば、あそこからって生えてきます。はい。えー、なんで、そういうこともね、まあ、やりましょう。リポベジですね。はい。えー、こういうふうにね、やっとくとおかずに困りませんからね。 いろいろね、薬味とかおかずとかね、買わなくても済みますから。はい。えー、そういうことです。まあ、プランターとね、えー、土。はい。これはまあ、用意しといた方がいいですね。えー、そういうことでございます。えー、皆さんね、本当準備していきましょう。1バレル200ドルです。はい。そういう話も出ています。そして、給料はなかなか上がりませんし、上げるために、 リストラが今横行しております。まあ大変な時代になってますよ。本当日本は。はい。まあ世界中大変なんですけどね。日本だけじゃなくてね。そういうことです。それでは、あ皆さんね、こちらの記事2つとも貼っておきますんで、見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。ね、見てください。ね、肉球、かわいいですね、肉球。